ナイスピッチングに出来上がる熱い応援を届けてくださいね。よく そしてお待たせいたしました。東京ヤクルトスワローズマスコット30周年つば九郎です。つば九郎30周年おめでとうございます。今日はビジネスパートナーの戸原さんと応援に盛り上げてください。よろしくお願いします。それではつば九郎の今日の一言行きたいところなんですが、まずはこの方からつば九郎へお祝いのメッセージが届いております。どうぞご覧ください。広島東洋カープ菊池涼介です。つば九郎先輩デビュー30周年本当におめでとうございます。すごすぎてちょっと言葉にならないですね。コロナ禍以降なかなかこう濃くね、絡むシーンがなくなってしまいましたので、いつでもベルトを絡みに来てください、そして、ずっとクリーパー成功しないかなと願っていつも見てます。いつの日か成功することを願って僕はベンチから見守ってますので、絶対成功させてください。この度は本当に30周年おめでとうございます。よろしくお願いします。菊池選手からチャンネルへのお祝いメッセージでした。ぜひご利用ください。それではつば九郎いいですか、今日の一言いきましょう。はい、ボンジュールパリオリンピックは終わりました。盛り上がりましたね。つば九郎も寝不足の毎日でしたが、毎日毎日感動ありがとうございました。メダル取った人、残念ながら取れなかった皆さんもものすごく偉いので金メダルをあげたいです。たくさんの感動ありがとうございました。つば九郎で2024デビュー30周年神宮とスワローズに恋した30年真夏の大冒険、ドアラも一緒の 3days です。いやいいですね。先週の時点で雨マークでしたけれども、はい、日頃の行いが良すぎるのが 3days 暑いです。いやー天気が来てよかった。 3days はお祝いコメントとたくさんあるそうです。早速ね、キック選手から、ね、届きましたけど、つば九郎も誰からもらっているのかわからないんですね。じゃあサプライズになりますね、つば九郎ね。はい、皆さんもイニング間のコメントにご注目ください。イニング間にスマホのコメントが届くということで、はい、ご注目ください。トム・クルーズ、セリーヌ・ディオン、フワちゃんはないようです。オリンピック、そしてオリンピック期間中に言い返してくれた皆さん、手ではないんだよね。はい、試合と合わせて皆さんお楽しみください。それではお待たせいたしました。もう間もなく両チームスターティングラインナップの発表です。